佐野藤三郎11月25日から1994年3月25日は、新潟県の土地改良事業の功労者。1923年、旧石山村中期度の古作農家の父、喜びづくり、母、茂野の間に誕生。1929年に石山村第三人城、小学校入学。 1941年国鉄新潟鉄道教習所へ入所。1946年2月三井と結婚。終戦後、農民組合に参加し、全国最年少で農地委員に就任。1951年、亀田郷土地改良区総代に選出され、1955年、道理事長就任。足沼と呼ばれるほどの湿地帯であった。 亀田号の関連化と関連化後の農業技術の確立に努めた。1976年からたびたび訪中し、中国東北部国流交渉の参考平原をはじめとする農業開発の技術指導の中心者となった。1978年に亀田号農民入港法中団として北京に滞在していたとき、当時の王神副総理からの依頼で、 中国の三考平原の土地改良に取り組んだ。佐野は日本で民間調査団を結成して調査に着手する。依頼を受けたのは日中国交正常化から7年後のことで経済援助の仕組みがなかったが、佐野は日本政府に働きかけ、龍頭京ダム建設への30億円の円借館供与を引き出した。1994年3月24日、 農林水産大臣賞を受賞後雲幕下出血で倒れ、翌3月25日、亡くなった。ユーズ京ダム建設工事は2002年に共用開始された。大河川が合流する広大な三考平原は、不毛の大地、北大港から北大層と呼ばれる一大国層地帯となった。佐野はこの事業を通じて、新潟市と春ン市の友好都市、 新潟県と国立交渉の有効検証提携にも協力した。2010年10月29日、佐野藤三郎記念職の新潟国際賞が創設される。ABCD テレビ番組佐野藤三郎物語。ありがとうございます。